コース。コースってもうつまみ出てから握るですか、それともバラバラって。バラバラです。あの混ざるから。ここに混ぜます。じゃあ、はい、結構ほんと人によって変えるんで。あ、そうですか。飲む方だったらこういう風に行くしみたいな。 あんま飲まない人だったら握りメインで行ったりとか。肝がやっぱクリーミーで油が結構しっかり、シャリーっすね。寝かせてるから結構しっとり系で。シャリの間にシソ、シソちょっとかましてます。レモン、レモン、私はシンプルが一番うまいですね。シンプル一番美味しいです。甘いなこれ、うん、今現状の話で、うん、おまかせって今いくらでやってらっしゃいますか。今は税込み16,500円プラスドリンクくらいですね。都内でいうと結構頑張ってるというか、あの今そうですね、すごい変な話、有名店で修業したとかそういうネームバリューがないんで、一から修業っていうブランドを立ち上げたんで、はい、やっぱそこで知ってもらうためには少し入りやすくして、でもやっぱネタのクオリティは落とさないためには最低限この値段のお任せも欲しいと思ったんで、はい、若い方とかもまあ頑張ってちょっとのご褒美でギリギリ来れる価格帯っていうのはやっぱり、ね、うちは結構本当若い方も使ってくれるし、本当の老若男女、男女、うん、うん、結構使ってくれますね。これも僕芯の部分が結構しっかりめの食感で、周りがちょっとプルプル柔らかいっていう。でも全然こんぐらい厚くても噛み切れるんで、うん、肝ソースってアワビのちょっと角みたいな部分あるじゃないですか。細かく叩くんですか。叩かないです。うちはもうかけちゃいます。あのペースト状にミキサーみたいな。そうです、はい、生クリームですか。卵黄ですか。卵黄です。卵黄ですね、はい、やっぱすごいまろやかさというか。そうです。でも高級卵かけご飯イメージして、これぐらいのサイズで一杯一貫だと食べ応えが結構ある。そうですね、半分にしちゃうとちょっとちっちゃすぎちゃうんで。結構油ありますね。ありますね。ただこのやっぱ薄なので、うち普段の油で赤酢も使ってちゃんとしっかりやるんですけど、今回さっぱりと新子らしく筋締めしてますね。これね、高部です。あ、高部、はい、神津島で取れた高部のシンプルに塩焼きですね。高部って別名ありました。いや、高部は高部としかあんま聞かないですかね。夏の季語になってるぐらいのお魚なんで。しっかり咀嚼系というか、そうですね、歯応えが分厚い。まあ、どんどん甘くなってくるやつですね。
本当に滋賀県は貝の香りもあって歯応えもある貝なんで。もともとその独立される前はお寿司屋さんやってらっしゃったじゃないですか。寿司屋やって、はい、中身はまた別の会社員で、はい、独立でもう夫婦で2人でやろうみたいな。そうです。もう将来的には絶対僕店出すからと、はい、もし出した時は手伝ってって言ってて、はい、まあ分かったって普通に言ってくれてたんですけど、はい、まさか本当にこんな早く出すとは思ってなかったみたいで、うん、もうちょっとだけ30とか過ぎて、あ、なるほどなるほど、それがね考えたくらいだったらしいです。赤身はその時の状態によって海苔かますかまさないとか決めるんですか？決めます。ほんと赤身だけで本当に勝負できるようになったら海苔入れなくても大丈夫なんで、うん、迫力がすごい、すごいよ。めちゃくちゃクリーミーですね。なんだこの食感、香り、味わい、こんな牡蠣食べたことないかもしれない。同じことやってても僕も飽きちゃうんで、やっぱもうそれぞれそれをやるのが面白いですよね。ーコースじゃないんで、これがお任せだって思ってやってるんで。最初の中でコースとお任せはなんか意味がちょっと違う。全然別ですね。で苦手なものがあるからって言って変えてあげるのもコースだったら変えないと思うんですよ。お任せっていうのは食べれないものかって貝が苦手、じゃあ別のものに変えてあげようとか、そういう一つ一つですよね。だから握りを食べたい人なのか、お酒も飲むからおつまみも麺にいってあげようとか。だから出てるもの違うって言われちゃうと困るけど、それがお任せなんでっていう風に説明できるんで、一番難しいのはそれ外国のお客さんに説明することなんですよ。なんでこの人たちはひいきなんじゃないのって言われちゃうんで、だから難しいところはあるんですけど、それがでもカウンターのお寿司屋さんらしさというか、うヒューマンメイドな感じですよね。そうですね、人ならではの。素敵ですね。そこに常連さんとかになって好みが分かってくれるからね。お寿司屋ってやってることって握るのが当たり前なんですけど、やっぱお客さんの先を読むことなんで、何を考えてるか、そこだけですよね。濃いめの感じですね。そうですね、本当に本当甘くて濃くて、これもでも酒に合いますね。うまい。上もある。こちらね、これ。
去年ボストンです。今この時期は一回ボストンに引き換えて、今ものすごくもう青森とか甘くかかってきてるんですけど、やっぱアンテナならまだボストンですね。今度はジャンボってかでかいですか？ジャンボです。去年196キロ。でかいですね。いい意味で海外のマグロって感じ。そうですよね、こってりというか、はい、茶碗蒸しにレンコン入ってるの珍しいな。相当な量ある、うん、迫力満点の車エビ、いい音。海苔めちゃくちゃうまいですね。ありがとうございます。今海苔本当に難しくて、みんなお寿司は困ってると思うんですけど、こうちゃんと主張がある海苔ですね。でも歯切れは良くて、ちゃんと邪魔はしないんで、うん、お店の予約はどうやったらできますか？お店は基本的には今電話予約かインスタグラムやってるんで、はい、そのインスタグラムの DM からの2つで受け止まってます。今撮影後の現時点で言うと、はい、やっぱどれぐらい先まで？日によりますね。土曜日とか金土はやっぱちょっと埋まり始めてるんですけど、はい、平日とかだったら全然1週間前とか、まあ、本当日によります。了解です。被る時は1回転しかしないんで、はい、本当被っちゃうんですけど、そうじゃない時はもう本当難しいです。これ夜のみですか？夜のみです。昼はやってなくて、昼は水曜日と日曜日だけ、4名様以上からランチ受けたまってます。同じメニューで。あ、4名以上集まればランチも？ランチも水曜日と日曜日に関しては。水日、一番の休みの日は。そうです。あ、お子さんも貸し切りだったら OK？ 全然貸し切りだったら OK です。で、昼の場合は12時から3時まででお願いしてます。はい、お前ってこれ調理方法で言うと炊いてる？炊きます、出汁で。出汁で、はい。でもそこのその料理とかお寿司に関してはもちろんずっと好きでやってらっしゃるけど、お酒とか器とかはおかみさんチョイスの今日もお酒をいただいたりとか、なんか そっちはなんかいい役割分担されてるのかなと思ったんですけど。で、主席に関してはもうほんとおかみのセンスで出してもらってます。まあ選ぶのは銘柄全部、お酒関係は僕が全部やってるんですけど、はい、でこれを出してって言った時におかみがこのラベルを見て、じゃあこのおチョコに合うなと、このとっくりに合うなっていうのを全部調子してくれるんで、そこはもう自信持って任しちゃってます。そこがいいですね。そう、そこは本当にそうですね。言わなくてもなんか任せられるっていうか。
お米はブレンド。ブレンド、2種類ブレンドですね。お米って何使ってるんですか？定点の霹靂青森の、おかみが青森出身なんで、それもあって入れて、あとはもう一つ七つ星ですね、北海道。はい。お互いずっと一緒にいるわけじゃないですか、お仕事もプライベートも、まあ、好きなとこというか、逆に多分喧嘩とかするんですか？なんかすごい仲良さそうだ。仲の良さ、やっぱ常に休みの日は飲みに行くことですかね。はい。あとやっぱ常に正直一緒にいるんで、仕事も一緒、プライベートも一緒、そこはやっぱ珍しい世界であって、あ、まあできる夫婦とできない夫婦は絶対分かれると思うけど、何だかの正直喧嘩もしますけど、それもあって夫婦なんで、今一緒にこうお店やってる以上は、まあ一緒にするか盛り上げていこうって考えてやってるし、喧嘩してもやっぱ次の日にお互い伸ばさないようにはしてます。なるほど。うん、そこはやっぱ次の日は次の日、あとはお客さんの前に出たらそれは別っていうのはお互い意識しようっていうのはやってるんで。車エビも本当にいろんなパターンがあるじゃないですか。はい、おぼろかましたりとか、はいはいはい、これやっぱ上乗ってるんで、口に触れた瞬間にもやっぱ味噌の濃厚な感じがきて、で噛んでる、噛むと、しかも結構しっかり茹でだから、はい、噛めば噛むほどタイプ。そうですね。これはもう定番ですか？エビによります。要するにエビがすごいパッて引っ張ったりするとわざわざそれする必要がないんでそのまま出せるんですけど、やっぱエビの海鮮温度が高かったりするとちょっとどうしても味噌が緩かったりとかそういう場合も出てくるんです、うん、そういう時はやっぱ仕事してあげないと、ただこう出すんだったら一目で巻きこうやってあげてこう出してるって感じですかね。でこの味付けは秘伝ですか？あの味噌。そうですね。OK ですね。まさに味噌の部分ですもんね。そうですね。味噌だけに確かに。エビなんか分かっすね。味だけじゃなくてこの雰囲気、明るい雰囲気で全体がこうなんか楽しい幸せな雰囲気で、うん、お値段もやっぱりこのコースで都内のど真ん中で、うん、現状の値段だと他よりはちょっとお得かな、だからみんな楽しめるって店なのかなって感じたんで、まあ、間違いなく人気出そうだなっていうか。あ、いやいやいや、もうそう言ってもらえれば。次もぜひ、次あのシャッターしましたらすみません。いやでもまだ若い大将ですけどすごいしっかりされてて、はい、お店もすごい美味しかったんで、今後もなんかすごい未来が楽しみです。本当ですか？はい、今後ともよろしくお願いします。引き続きよろしくお願いします。ごちそうさまでした。どうもです。ありがとうございました。ありがとうございます。どうもです。